英検1級、トイック990点、トイックのライティング満点、ケンブリッジ英検持ってる。はい。やばいね。武田塾の遺跡オーナーが本を出した、ということで、以前にも出演していただいたことがある、武田塾の田無校、ひばりが丘校、東久留米校の3校舎を、運営していただいている遺跡オーナーにお越しいただきました。どうも、はい、よろしくお願いします。お願いします。久しぶりですね。お久しぶりです。前回はもう田無校の躍進がすごいという話とか、何の話しましたっけね、前回ね。あとその後に結婚式の話。あ、そうだそうだ、結婚式の時に。そうかそうか、だから近、ね、最近のような気がするんだ。うん、それでね、最近ね、武田塾職満載でね、うん、あとは竹村さんのブログをね、励みに頑張ったとかね、武田塾の卒業生からですね、大活躍した、ね、すごいオーナーさんなんですけど、本を出した時でどんなフランチャイズ成功本なんですか？いや、それがですねもう前回お話ししたように、苦労して苦労して働いて、そして成功したっていう話じゃないんですよ。じゃなくて何の本出したんですか？まあ、B 動詞も分からなかった私が数年でトイック満点を取った英語独学法という本になっております。幻冬舎さんから、はい、かっこいいですねこの本。いや、デザインかっこいいですよ ね、はい、著者の遺跡先生のところね、プロフィールがありますんでね、あとでこちらね、出していただければと思うんですけど、英検1級、トイック990点、トイックのライティング満点、ケンブリッジ英検持ってる、はい、やばいね本当にすごい、うん、それが B 動詞も分からなかったんですか？コメント欄とかで、いや B 動詞分からなかった嘘だろとか書かれるんですけど、うん、僕 Go B 動詞だと思ってたんで。確かにね、似たような位置にありますからね、はい、なるほどね。動詞分からないことないでしょうってね、うん、皆さん言われるかもしれないですけど、うん、僕はね、その B 動詞分からなかった時代に受験相談してますからそうですね、確かに頭良さそうではなかったね進学校でもなかったですね。そうですね、うんうん、まあ、自称進学校みたいな感じでしたけど、うん、まあ、その中で学年ビリから2番目ぐらいだったんで、うん、まあ、偏差値でいうと 31.6 とかでしたし、うん、そうですね、はい、で元からできたっていうわけじゃないけども、ちゃんと正しい勉強法で勉強すればトイック満点、英検1級は取れるよっていうことをこの本で、書きましたね。すごいよね。だけどさ、うん、確かに B 動詞も分からなかったんですよ。なんかね、喋っててもまあちょっとこれピンチだなと思いました確かでもなんかね、そこからなんか気迫みたいなのは感じたんで、うん、ひょっとするかなとは思ってましたけど、そんなところからさ、すごいよね、まあ、明治大学ですね、そこから受かってイギリスの大学行って、いい企業を就職して、ほんで辞めちゃって武田塾のオーナーになって英語の勉強法の本出したんですね。いや、ちなみに、ね、入塾面談をした塾長は英検3級しか持っておりませんどんな本なんですか？どんな英語の勉強法書かれてるんですか？いきなり勉強法から入る本って結構多いと思うんですけど、はい、そうじゃなくて、そもそもマインドセットが大事だよっていうところから入ってます。マインドセットで一章挟んでるんですけど、うん、まず英語を楽にマスターできると思うなっていうところから書いてるんですよね。まあ難しいですよね。そうですね、やっぱり巷でこうもう聞くだけでペラペラとか、何も聞いてるだけでいいとか、うん、なんかこう数ヶ月間でできるとか、パソコンクリックしてなんか復唱するという、はいはいはい、こうなんとかストーンとかありますよね。そうですそうですね、ちょっとまあイングリッシュチャンネル今やってるんで、あんまりライバルあんまり言っちゃいけない、あんまり言っちゃいけないんですけど、ついついね俺の癖でねそうですね、もう時間を取ってちゃんと勉強するしかないんだよっていうところから、うん、まあ入ってますね。そういう楽な方法を求めるのはまずやめましょうと。でその上で、まあ、こういう風にやったら英語を楽しくマスターできるよっていう話だとか、した上で、勉強法概論が書いてあるんですけど、そこがもうまさに武田塾の勉強法になってる感じですね、まあ、分かる、やってみる、できるっていう勉強の3段階ですとか、まあ、英単語の覚え方みたいなところから派生して、それを4技能にこう応用すると、まあ、リーディング、リスニング、ライティング、スピーキングはそれぞれこういう風に勉強していくと伸びるよっていうことをまとめて書きましたね。なるほどね。いや、僕が作った塾ですけど、ちゃんとやると英検1級もトイック満点も取れるんだね。いや、そうなんですよ。すごいね。実はあれなんですよ、僕入塾した時、さっき英検3級って話が出てきたんで、僕英検3級しか持ってなかったんですよ。あ、そうなの。しかも英検3級落ちたことあって、落ちたことあって中3の時英検4級あたり3級落ちてて、で恥ずかしいんで3級だけ勉強して、こう 1年か2年の時に取ってたんですよ。そこから何も受けずに武田塾入って、
次、まあ、大学生になってから受けて受かったのがいきなり準一級っていう。へえ、すごい、ね、だから準一級と三級の間何もやってないんですよ、すごいですね、駅に関しては。我が塾からこんなモンスターが生まれてるんですよ、竹村さん。そうね。ああ、英語はいつからこう好きになったの？